皆さんこんにちは、車田和久です。今日は通奏低音とは何なのかっていう話をしていきたいと思います。このチャンネルではこれまでに結構いろんな名曲を紹介してきたんですが、その中で結構な頻度で通奏低音っていう言葉が出てきました。例えばバッハのマタイ受難曲やミサ曲、ロタン調、それからブランデンブルク協奏曲、ヴィヴァルディの四季、またはパッヘルベルのカノンなど、これらの曲で通奏低音っていうものが登場するんです。動画で通奏低音っていうたびに通奏低音について簡単に解説はしてるんですが、まとまった解説っていうものをまだちゃんとしていなかったので、今日はその通奏低音について話していきたいと思います。この通奏低音でのが何か分かると、バロック時代の音楽がより楽しめるようになります。ぜひこれを機会に通奏低音が登場するバロック時代の音楽っていうのをたくさん聴いてみてください。それでは早速通奏低音とは何か説明したいと思います。今回はちょっと一緒に楽譜を見ながら話をしていきたいと思います。まずは古典派を代表する作曲家のモーツァルトの楽譜を見てみましょう。これはモーツァルトの交響曲第41番の弦楽器のパートの楽譜です。上から順番に第1バイオリン、第2バイオリン、そしてビオラっていう風に続きます。そしてその下の段にはチェロとバッソっていう風に書かれてるんです。このバッソっていうのはコントラバスのことです。このチェロとコントラバスを1段にまとめているので、よく見るとチェロだけ演奏するところにはチェロだけっていう風に指示が書いてあります。そして両方演奏するところには両方一緒にっていう意味でトゥッティっていう言葉が書かれてるんです。次はベートーベンの楽譜を見てみましょう。これはベートーベンの交響曲第5番、運命の楽譜です。弦楽器の部分を上から見てみると、順番に第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、そして一番下にバッソと書かれています。このバッソというのもコントラバスのことです。モーツァルトの頃と違うのは、ベートーベンではコントラバスのパートがチェロとは別に書かれています。いずれにせよモーツァルトでもベートーベンでも、この低音を受け持つパートのところにしっかりとチェロまたはコントラバスっていうふうに書き記されているんです。じゃあモーツァルト以前がどうだったのかっていうところをちょっと見ていきたいと思います。まずはバロック時代を代表する作曲家ヴィヴァルディの四季折春の楽譜を見ていきましょう。上から順番にバイオリンソロ、そして第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラっていう順番で書かれてます。問題はその下の段です。ここにはバッソコンティヌー、チェロ、コントラバスというふうに書かれてます。それから同じくバロック時代を代表する作曲家であるバッハの G 線上のアリアの楽譜を見ていきましょう。この曲の元々の題名は管弦楽組曲第3番の第2曲目エールになります。この楽譜も上から順番に見ていくと、第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラに続いて一番下の段にはバッソコンティヌオっていうふうに書かれています。モーツァルト以降の楽譜ではチェロとかコントラバスっていうふうに書かれていましたが、それ以前においては一番下の段にはバッソコンティヌオっていうふうに書かれてるんです。このバッソコンティヌオっていうのがいわゆる通奏低音っていうやつです。バッソが低音でコンティヌオっていうのが続けて演奏するっていう意味になります。だからそれをうまく日本語に訳して通奏低音っていうふうにしたんです。じゃあモーツァルト以降のチェロとかコントラバスって書かれたものと、それ以前のバッソコンティヌオって書かれたものでは一体どこが違うんでしょうか。大きな違いはコンティヌオって書かれた楽譜においては、その楽譜に書いてある音を参考にしながら和音を演奏するっていうところにあります。つまり楽譜に書かれた音を演奏するチェロとかコントラバスに加えて和音を演奏する楽器が加わるっていう決まりがあるんです。その和音を演奏する楽器の代表例がオルガンやチェンバロまたはリュートです。どの楽器を使うかっていう指定は楽譜にはほとんどの場合書いてありません。なので現実的に実際に身近にある楽器で演奏していたっていうふうに考えられています。例えばお城で演奏されることが多かった室内楽においてはチェンバロがこの通奏低音を担当することが多いです。また教会で演奏される作品においては
オルガンがその通奏低音を担当することが多かったんです。またマタイ受難曲のような大きな作品においてはチェンバロもオルガンも両方使うなんていうこともありました。これらは特に指定されているわけではなく、チェンバロがあればチェンバロでやればいいし、オルガンがあればオルガンでやればいいっていうわけなんです。ちなみに僕がモンテヴェルディのオペラオルフェを演奏した時には、なんとチェンバロとオルガンを2台ずつ、そしてさらに大小さまざまなリュートを4本、そしてハープを加えたなんと9人編成の通奏低音で演奏に臨みました。全員が演奏する時もあれば、場面ごとに組み合わせを変えて違った音色でその場面の雰囲気なんていうものを表現したんです。このようにただ低音が書いてある楽譜を演奏するんですが、実際には和音を演奏することができる楽器が加わるっていうのが通奏低音の大きな特徴です。まずはここを押さえておきましょう。では一体鍵盤楽器の演奏者はこの低音のパートだけを見て一体どのように和音をつけるんでしょうか。実はこれは思ったよりも結構簡単です。例えばここにパッヘルベルのカノンの楽譜があります。このカノンにはいろんな編曲がありますが、もともとは3本のバイオリンと通奏低音のために書かれました。ここに楽譜の写しのコピーがありますから一緒に見ていきましょう。題名にはさっきも言ったように3本のバイオリンと通奏低音のためのカノンというふうに書いてあります。この楽譜ではその通奏低音のところにチェンバロっていうふうに書かれてますが、これは作曲家のものではないので、作曲家がどのように書いたのかそこまでは分かっていません。いずれにせよこの一番下の段が通奏低音のパートです。大体はチェロがこの低音のドゥーンドゥーンドゥーンパーンというパートを演奏します。このチェロが演奏するバスパートに加えてチェンバロとかオルガンが和音を演奏するっていうわけです。このカノンではチェンバロが和音を演奏することもあれば、オルガンとリュートを組み合わせて演奏するなんていうこともあります。ちなみにさっきからオルガンオルガンって言ってますが、通奏低音で使われるオルガンはいわゆる教会に備え付けてある大きなオルガンとは違います。大体の場合ポジティブオルガンって言って小型のオルガンが使われます。このタイプのオルガンは簡単に持ち運びできるところが特徴です。ただ小さいんですが、その箱の中には大小さまざまなパイプが並んでます。ただ大きなオルガンのようにたくさんパイプがあるわけではないので、小さなオルガン、ポジティブオルガンで出せる音色っていうのはかなり限られてます。オルガンについての話はまた別な機会に別な動画を作って解説したいと思います。さてそれではどのようにして和音を演奏するのかっていう話に戻りましょう。オルガン奏者やチェンバロ奏者はこの低音を見て和音を演奏します。ここには決まりがあるんですが、その決まりは割と簡単です。このカノンのように低音パートの下に何も数字が書かれていなければ、基本的にその書かれた音の3つ上の音と5つ上の音を演奏するっていう決まりがあるんです。だからこの場合レって書いてありますが、それを見たらレファラを演奏するんです。次の音はラなのでラドミノワを演奏します。その次はシですからシレファのワを演奏します。その次はファなのでファラドのワです。バロック時代の音楽っていうのはロマン派以降の音楽と比べると和音っていうものがそこまで複雑ではなかったので、この曲のように割と単純な和音で演奏できる曲も結構あります。もちろん3号以外の和音を演奏しなきゃいけない場面っていうのもたくさん出てくるんです。そういう時はこの低音の上か下に数字で8とか6なんていったものが書き込まれます。例えば1602年に書かれたカッチーニのアマリリっていう曲の楽譜を見てみましょう。この曲は歌の旋律と通奏低音だけのシンプルな曲です。この通奏低音っていうのは今でいうところのコードネームのような役割を果たしています。例えば6と楽譜に書いてあれば、その音よりも6つ上の音を演奏すればいいんです。10と書いてあれば10個上の音、11と書いてあれば
11個上の音を演奏します。ちょっとこのアマリリの和音だけを演奏したものを見てみましょう。通奏低音を演奏する人はこのように楽譜の低音と数字だけ見れば和音をつけて演奏することができたんです。カッチーニのこのアマリリっていう曲であればリュートで伴奏するとものすごく雰囲気が出ます。さてこれが通奏低音の基本です。現在においてはこの通奏低音なんていうのをコードネームに置き換えることも理論上は可能です。例えばバッヘルベルのカノンだったらD、A、B マイナー、F シャープマイナーっていう風に続きます。ギターをやっている人だったらそのコードネームを見ればそうやって通奏低音のような伴奏ができちゃうっていうわけなんです。なので今もあるギターの弾き語りなんていうものの原型はこのバロック時代に生まれたんだっていう風に見ることもできます。バロック時代の前はフーガやカノンのような追いかけっこ形式の大砲の音楽っていうものが多かったんです。それが通奏低音の誕生によって弾き語りのような音楽に変わっていったのがバロック時代でもあります。でもこの通奏低音とコードネームの演奏には違うところが一つあります。というのも通奏低音というのはただ単純に和音を弾くだけではないんです。実際にはその和音を演奏する演奏者というのは他の演奏家を邪魔しない程度に即興演奏する自由が与えられてました。例えばドミソの和音であってもミソドって演奏するのかソドミっていう風に演奏するのかによって一番上に来る音が変わってきます。クラシック音楽っていうのは縦の和音だけではなくて横のラインっていうのも重要です。和音を演奏する場合はそれぞれのパートソプラノ、アルト、テノールのパートの旋律っていうものができるだけちゃんと聞こえるように音を作っていくっていうのも重要だったんです。だからこのアマリリに単純な和音をつけるとどうなるかもう一回見てみましょう。これをちょっと変えて演奏すると全く違った伴奏になるのでチェックしてみてください。このように実際に通奏低音の楽譜を見てどのように演奏するかっていうのは演奏家に完全に委ねられていました。そしてそこが通奏低音を演奏する人の腕の見せ所でもあったんです。最初に聞いたようにただ単純に和音を演奏するだけだとちょっと初心者っぽいです。だからといって目いっぱいに即興演奏してしまうと歌の邪魔になってしまうので演奏を台無しにしてしまいます。だからさりげないそんなところで即興演奏を聴かせるのが腕の見せ所なんです。さてこれが通奏低音の大きな特徴です。実はこのバロック時代っていうのはバロック時代と呼ばれる前には通奏低音の時代っていうふうに呼ばれてました。カッチーニのアマリリからバッハが亡くなるまでの約150年間、そのほとんどの音楽においてこの通奏低音というものが登場するんです。だけどモーツァルトの時代になるとこの通奏低音というのはオペラのレチタティーボの伴奏以外ではほとんど使われなくなります。通奏低音があるかないか、ここが古典派とバロックの音楽の決定的な違いでもあるんです。バロック時代を代表する作曲家のバッハは晩年フーガとかカノンといった大砲の音楽ばっかり作曲してました。こういった音楽はさっきもちょっと触れたように実はバロック時代の前に始まった音楽なんです。
バッハがたくさん風画を描いていたので、バロック時代といえば風画をイメージする人も少なくないと思います。だけどバロック時代といえばメロディーがあって通奏低音の伴奏がある、そういった音楽が誕生した時代なんです。そしてこういった原理は最近のポピュラー音楽にも通じるところがあるんです。ちなみにバッハはなぜ風画を描いていたんでしょうか。彼はそういった意味では実は時代の流れと逆行するような形で風画、カノンなんていうものを晩年にたくさん作曲していきました。そういった話は時々バッハの名曲解説とか作曲家紹介でしてますので、興味がある人はそちらもご覧ください。というわけで今日は通奏低音を紹介しました。これからバロック音楽を聴く人はこの通奏低音の違いに注目しながらぜひ音楽を聴いてみてください。例えばマタイ受難曲といえばカール・リヒターの演奏が結構有名ですが、彼の演奏では録音を重ねるごとにこの通奏低音というものが厚くなっていきました。古楽器のアンサンブルにおいては通奏低音の音色なんていうのは割とシンプルなんですが、その分さりげない即興演奏を聴くこともできます。同じ曲でも演奏が違う録音というのがたくさんあるんですが、その理由の大きなところがこの通奏低音にあったりするので、ぜひそういうところを聞いてみてください。このチャンネルではこれからも音楽についての話をたくさんしてきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあまた別の話でお会いしましょう。チュース。それじゃあ撮影が終わりましたんでコーヒーいただきます。あ、うまい。今日は日本からいただいたお土産おかげ犬っていうの、おかげ犬っていう、おかげ犬サブレかな、読み方わかりませんけど、おかげ犬サブレっていうのを食べたいと思います。家族の思いを叶えたおかげ犬、江戸時代家族に代わってお伊勢参りの旅をしたのがおかげ犬、おかげ犬かな、ね、ちょっと読み方が分かりませんけど、ね、道中の旅人や町、街道の人々に助けられ無事おかげ参りを成し遂げたと伝えられています。そうなんだなんかいまいちよくね、まあ、ピンとこないけれど、ちょっと食べてみたいと思います。昔からいる犬ってことは柴犬だったのかな、ね、ちょっとうちのワンちゃんにも似てますけど、なかなか可愛いよね。尻尾もくるって丸まってて、ね、でも食べちゃおう、頭からいっちゃおうか、うん、あのまあ、ある味は割と普通ですけど、まあ、美味しいサブレです。もうちょっとバターが入っててもいいかなっていうふうにちょっとね思うけれども、おかげ、あ、おかげ犬って書いてあるね。おかげ犬らしいです。おかげ犬サブレ、ね、なんでこういうお菓子作ろうと思ったんだろうね。可愛ければ別にどうでもよかったのかな、まあどうでもいいこと考えちゃいますけど、今日飾ってある花、いきなり話変わりますけど、うちの庭で採れたラベンダーです。なんかあんまりちょっと匂いしないんだけど、こすったらするのかな。ちょうどね、あの今咲いてきたんでこんな風に飾ってみました。これからねまたいろんな花が咲いてくると思うので楽しみたいと思います。まあ今日はそんな話でした。それじゃあバイバイ。おかげ犬なんだ。